ゴールデンウィークも元気に、スマッシュスマッシュ。平島なつみです。一気ちひろです。はい、みささぎです。はい、今回は新キャラ紹介第14回ということで、はい、一気さんの元気が半端ないですね、はい、なんか久々に登場したからめっちゃ嬉しいです。まあ、みささぎさんこんなになってましたもんね。嘘、ビビりました。みささぎさん、ね、若干耳キーンですからね。あ、ごめんなさい。はい、はい、ということで、はい、今回ついにね、私たち2人のキャラが、はい、出ちゃう。嬉しい、はい、されます。僕いる？いります、いります。もちろんね、みささぎさんにやっぱね、いろいろ見せてもらわないといけないんで。そうそう、はい、待望ですね。待望です。ついに去年のね、年末ね、ね、あの地下のあのゴールドラを、ね、16回まで頑張って、頑張って、はい、2人ともクリアできたから、うん、ご褒美ということでね、キャラの CV をやらせてもらいました。はい、はい、なんでそれを、まあ、私たちじゃね、うん、ちょっとあれなんで、みささぎさんがこう実践、うん、開発端末で華麗に私たちを、あの、よりみんなが欲しくなるように見せてほしいなっていうことで、うん、はい、お願いしたいです。まあ、まあ、まず普通にね、紹介しました。まずはね、まずはね、見ますか。じゃあ、はい、見ましょう、見ましょう。はい、こちらね。おお、ヒルデとエイル。ヒルデが一輝さん。はい。おお、エイルが、はい、平島です。おお、可愛い。まあ、いつもはね、このプロフィールをね、見るんですけど、はい、ちょっと今日は違って、はい。お、キャラ一覧から。キャラ一覧から。重い。頑張れ頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ、みささぎさん。まだだ、まだだ、まだだ。いたいたいた。はい、こちらね。はい。この図鑑から見ると、こうボイスも聞けるんですよ。世話になる。お、お、かっこいい。やれやれ、懲りずにまたか。かっこいい。エイルの料理？気をつけろ。まずいですね、エイルはね。そう、エイルのね、お料理はどうやらまずいらしいんですよ。はい。で、設定としては？はい。はい。ローゼンブルク第一王女ロザリアの護衛を務める女剣士。はいはい。うん、かっこいい、かっこいい。ロザリアに心酔しており、そのために剣を震えることを誇りに思っている、うん、一方で真面目すぎる性格のせいか恋に実りはなく、ひどい。妹のエイルから言わせると、剣の腕は一流、恋愛は三流と、なかなか辛辣な評価である。これは一輝さんベースのストーリーってことでいいですかね。 そのようなんですよ。どうやら悔しい、ちょっと合ってる。そのマジの方がこう、ね、去年から見てきた一輝さんのイメージ。イメージこれか。いやでも剣の腕は一流だから、まあ良しとしましょう。そっか、はい、本当に声が今と全然違くて、ね、いや収録楽しくやらせていただきました、うん、こんな、はい、結構大人っぽいキャラってかっこいいらしかったので、うん、ちょっと私の中の一番のかっこよさを出しました、うん、なんか順番的に私が先だったんですよ。そうですね、収録先だった。収録がで、私的には一輝さんが先だったら早めに入って一輝さんの参考にしたかったのに、うん、なぜ私が先なんだとちょっと文句言いたかったですね。そうですね、入れ違いでしたね。ちょっとね、もっと、あ、なるほどね、こういう風にね、うん、とか、ね、ちょっとやっぱ取り入れたかったんですけど。逆に私は平島さんが言った必殺技の声を聞きながら、うん、こう同じ合わせるこうセリフがあったので、はいはい、一緒に聞いて、お、平島さんの声だと思いながら。うん、多分ね、そんな会話がね、生マジでもきっとあったでしょうね。すでに公開済みの生マジできっとあったんでしょうね。あ、しまった。はい、じゃあ 3D。はい。はい。うわ、こっちのモードだとね、詳しく見てるんですよね。すごい、うん、アップできる。あ、本当だ、うん、くるくる回せるっていう。くるくる回せる、かわいい。ミニスカート、お尻が見えそう。本当だ、お、かわいい。いい太ももだ、いい太ももだ、良いですね。死にたいやつから前に出ろ。やばい、怒られた、怒られた。怒られた、生きてるの、怒られた。怒ります。死にたいやつから前に出ろ。また怒られた。死にたいやつから前に出ろってかっこいい。かっこいいよね。もう超かっこいいですよね、うん、もうこれぞちょっとスママジっぽいセリフだなと思って、うん、はい、ウキウキしました。まあ、そんな感じの一輝さんキャラ、はい、これね、このアイコンの後にどっちがロッチャーっけってなりますよね。確かに、どっちがロッチャー。厳しい顔の方が私、優しい顔の方が平島さん。あ、なるほどね。眉毛がね、ちょっと眉毛がね、凛々しい。はい、エイル、はい、かわいい、かわいい。ローゼンブルクの、ね、まあ、さっき、ヒルデと一緒なんですけど、うんうん、戦闘の才能を評価され、歩兵歩兵士団、士団、うん、黒木獅子の入団を決められたが、目が悪い、目が悪い、
うん、鎧姿が気に入らず丁重にお断りした。王宮の女官たちが羨む美貌の持ち主だが、さすがに完璧とはいかないようだ。姉のヒルデから聞いたとこ話によると、エイリーが振る舞う斧と料理は命を奪うとのことで。お互いなんかあるんですね。そうですね、なんかこれもまあ間違ってない。私も料理しないから。ああ、それもやっぱ参考になってるんですね。私の SNS に一回も手作りを載せたことない。載せてもトーストとか、バター塗りましたみたいな。その辺もちゃんと反映されてる。すごい、はい、よく見てる。スマホでした。はい、3D、 3D、はい、おお、確かにかわいい。ウォーリアーとは思えないですね。可愛さが。確かに守る気は何もないですね。うん、どこもこう身を守る気がない。ね、あ、後ろもこうやってなんかなってて、本当だ、かわいい。スカート一人になってる。おお、かわいい。ヒルデとエイルはお花がお揃いなんですよね。ああ、ね、バラがついてて。やっぱローゼンメイデンの、ローゼンメイデンじゃないか、ローゼンブルク、ローゼンブルクの違う漫画が出てきちゃった。いろいろ混ざったね。混ざりました、はい、あ、髪の毛もストレートなだけじゃないんで、なんかちょっとなんか後ろで止めてある。かわいい、やった、嬉しいな、絶対ゲットしたい、欲しい。はい、そんな感じでね。あ、多分声ん、あ、どっちだっけ、聞きましょう、聞きましょう。逃げてもいいんですよ。おお、私ですか、エイルと申します。これいつ言うんですかね、戦闘開始かな。戦闘開始です。手間をかけさせないでください。逃げてもいいんですよ。なんか落ち着いてなんか攻めてくるの怖いですよね、うん、怖い、マジ怒りやなってます。ガチで殺されるやつじゃんみたいな。エイルと申します。なんかちょっと恥ずかしいですね、自分の声がどうやってなれない。なるほどね、多分ね、多分この話終わらないと思うんで。そうですね、行きましょう。あ、そうですね、確かに。そう、キャラのね、紹介しましょう。はい、はい、ではまず、じゃあエイルいきますか。はい、はい、エイルはそう、ウォーリアーなんですけど、うんうん、その優秀なね、スクレイパーを持っていて。素晴らしい、これいいですよね、うん、そう、秘伝書でも新しく追加されたんですけど、もともと持ってればさらに別の秘伝書も持てるので、うんうん、素晴らしい、素晴らしい、うん、嬉しい、いいオーリアだ。で、新マジックがレッドクロス。はい。一つ前のキャラとともに連携攻撃を行う。おお、これ新しいですね、なんか、ね。新しいですね。こうね、ヒルデとも連携攻撃できるし、うん、だからその別のキャラでもってことですよね。まあソニックアサルトのペア版みたいな。おお。うん。でドラゴンキラー持ちと。素晴らしい。ドラゴン多いですからね。うん。うん。はい。で、成長ボードをマックスにすると、アイテム、お、毛高きバラの指輪、かわいいな、専用装備ですね、うん、で剣士との攻っていうマジックが、ん、アビリティがあるんですけど、うんうん、効果のほどは、はい、パーティーに剣士が1人以上いると攻撃が200上がる。おお、まあこれあれですよね、このね、双子で、そう、ヒルデを用意してこいってことね、うんうん、ぜひ使ってほしい、一緒に、うん、でかつなんかね、ここにもおまけのストーリーもあると。あ、本当だ。エイルが お近づきの印にくれた。へえ。エイルが自らデザインしたもので、ローゼンブルクの象徴であるバラが付けられている。ヒルデは食べ物じゃなくてよかったと笑っていた。ひどいな。いいストーリー。面白いですね、でも。いい双子っぽいストーリーで、はい。で、なんとですよ。はい。このキャラは勇者覚醒が可能なんですよ。お、本当だ。見たい。見たい。見ます？え、見たいです。見たい。まあ、とりあえず成長ボードをマックスだと、はい、うん、このパラメーター、はい、ちょっと分かりにくいんで、ね、レガリアを外しましょう。あ、そうですね、はい、もう外してもね、攻撃700、うんうんうん、ガッチガチですね、うん、もう高いし、さすがウォーリア。じゃあ勇者ボードも解放しましょう。解放、はい、じゃあもう指導でやろう。上場です。おう、ああ、いい。平島さん声もともと色っぽいですよね。え、思ったことないです。そうなんですか。そう、無意識だ、無意識。上場です。これずっとここで言うんだ、知らなかった私。ここするときに結構やっぱね、マナーモードが多いから、電車の中でもやるし、マナーモード多めです。はい、では覚醒しますか。はい、お願いします。お願いします。じゃあどうぞ。いいっすよ、勇者覚醒。おお、お、お、初だったこのターン、まさかね。かっこいい、すごい。おお、待ってる、ね、バラだ、バラ、バラが。じゃあ勇者覚醒、はい、実行。おお、かっこいい。おお、わあ、
面超かっこいいんですね。超かっこいいですね、うん、見たこと1回しかないですけどね。私まだ1回も見たことなくてこれ初めて見ました。これね、ぜひとも自分のキャラをね、したいですね。はい、まあね、キャラかぶりなくてもアリーナとかね、イベントコツコツやると覚醒のアイテムもらえるんで、うん、頑張って目標にしましょう。はい、はい、で勇者ボードをマックスにしましょう。はい、はい、上場です。上場です。手動でやってんの、なんか、ね、開発端末で手動でやってるのあんま見ないから。すごい平島さんに言うんだろう。上場ですって言われて、うん、嬉しい。言わないんかい。言わない。言わないんかい。はい、というわけでこれ装備なしですからね、これ今。うん、やば。何この人。超強い。怖いな。怖。平島さん怖。いや、みんなこれ本当に手に入れた方がいいですよ。普通におすすめ。はい、で、闇属性強化がつくと。素晴らしい。いいですね。で最後まで育成すると、はい、レッドクロスのレベルが上がり、おでドラゴンキラーもレベルも上がり、うわ60%になった、うん、最高。で世にも奇妙なスクレイパーレベル4 素晴らしい。4とかあるんですね。ね、これみんなガチャ回すしかなくなっちゃいますね。はい、しかないな。というわけで、まあ、スクレイパー持ちなのでやっぱおすすめなのは、はい、まあ、オルタナかクラッシャー X でスクレイパーの覚醒にして防御力ダウンを狙うのかな、うんうん、でアクセサリーはさっきの自分専用のこれにしてヒルデを連れていけば超強い、はい、めっちゃ強い。敵なしですね。やばいよ、はい、では続いて、はい、ヒルデ、はい、さあヒルデは剣士なんですね。剣士、うん、はい、でライジングソードを持っていて、うん、これもね、秘伝子であるけど、うん、超強いから、うん、ライジングソードついてるのマジ嬉しいです。そう、しかもねレベル3っていうのがいいですよね、うん、あの誰だっけ、あのディルクはレベル2で、うん、その装備でレベル3にできるので、うんうん、ああなるほど、最初からレベル3ってかなりそうですからね、うんうん、便利で、レッドライン、はい、剣線で赤い境界線を描き横切る敵に斬撃を浴びせる。どんな攻撃なの？赤い強線を描き、うん、横切る敵に、あ、ここを通るとその、うん、線の上を通るとパーンってなるんですかね。どんな感じですかね。まあね、多分そんなイメージですね、うん、なんか ここダメですよっていうなんかね、うん、で獣キラーと、おー使える獣キラー、これね、そろそろ出そうな出ないようなバイルだったっけ、何でしたっけ、次のファイブキングス、うん、あーそうだ、が獣らしいのでね、よし、そこできっと活躍するのかな。ヒルで使える、はい。で、成長ボードの英雄度100だと、はい、まあ多分ね予想通りなんですけど、はい、はい、誇り高きバラの指輪ね、わーい、こちらも専用装備で、はい、戦士とのこう一体どんな能力なんですかね、ね、どんな能力なんでしょう。はい、パーティーに戦士がいるとこちゃおエイルと一緒に使ってねっていうね、お互いがね、お互いを高め合うっていう、うん、はい、説明文は、あ、ヒルデが特注で用意してくれた指輪を今後もロザリア王女に仕える身として共に戦ってほしいと渡してくれた。それを見たエルが、恋愛三流のヒルデがプレゼントなんてと何か誤解していた。そういうプレゼントだと思ったんですね。あ、なるほどね、なるほどね、はい、面白いですね。まあ、というわけで、まあ、HP 上げつつ攻撃も200上がるので、はい、強いですね。めっちゃ強いですね、はい、いいな。では、はい、まずその、成長ボード100の能力がこちらね、はい、まあまあ剣士なんでまんべんなく、うんうん、では見ます、見ます、見ましょう、はい、見たい、ぜひ、ここでもね声がね、あ、そうだ、上々です、姫様のためにもないって言われた、オープン、はい、ではヒルデも、はい、いきますか、覚醒お願いします、どうぞ、いいですよ、やった、やった、押しますよ、はい、ふい、おー、かっこいい、うん、太ももが、太ももが眩しいですね、眩しいですね、テカ、うん、ってますね、テカってる、いいな、どうぞ、えい、はい、いやー、一時うるさい、あー、おー、かっこいい、かっこいい、はい、勇者覚醒ね、出ましたね、うん、昼でもバラが咲いてましたね、うん、うん、ではこちらもマックスにしましょう。はい、はい、というわけで、はい、
すごいね、まんべんなく戦地回ですね。やべえなー。これも今装備がないですからね。あ、そっか、まだ装備なくてこれはすごい、ね、いや嬉しいですね。で、ヒルデの方は、はい、なんとあのディルクですごい大活躍している排水の陣がつくと。わー、最高じゃないですか、ね、ピンチになると強い、うん、ピンチに強いヒルデをよろしくお願いします。はいで、さらにレッドラインもダメージが上がり、はい、やったい。で、獣キラーも 60% になり、ラディリングソードが4になるすごい、ラディリングソード4ってね、ダメージアップってすごいダメージアップすんだろうなこれ、ね、でもレベル3でも結構いいなって思うのにで、しかもあの武器でもねできますからね、さらにそうだすごいですね、やばい、いいキャラ担当させてもらっちゃったな、はい、ガクブルするな、なんかすごい嬉しい、まあ、というわけで、はい、まあ、ライジングソードの覚醒のオルタナを探して、探してどこかけてあれこのあれねえ、あ、嘘、じゃあこれいいやで、アクセサリーはこれね、専用装備をつけて、強っ、強っ、わー、さらに強くなった、いや、いいな、はい、というわけで、まあ、ライジングもね、はい、レベル4でこの覚醒ね強いでしょうね、いや絶対強いな、ね、うん、わー、早く使いたいよヒルデ、はい、あー楽しみ、はい、ではマジックを見たいんですけど、はい、せっかくなんでね、うん、2人に使ってもらいましょう、はい、やったー、では行くのは闇の大進撃のハードで、はいはい、はい、じゃあ行ってらっしゃい、はい、出発、さあではね、みんなが欲しくなるようにね、はあ、アピールをね、頑張るぞ、初なのに、はい、初めて装備、初めて使う、ちなみに特別にあのマナマックスで、はい、使い放題、ちょっとライジングソードレベル4、あ、レベル4ね、いきます、はい、はい、あ、しかもちょうどあれですね、あの、え強っ、え、やば、え、まあ属性武器も合ってるんですけど、はい、強っ、いや、それでもいや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 、じゃあどうしよう、じゃあスクレーパー、スクレーパーレベル4、はい、敵の数がね少ないからちょっとあれですけど、うん、でもね、防御ダウンしながら、はい、引っ張りながら、うん、だったら結構やばい、いいっすね、はい、え、なんかもうで、まあ、ローデンブルーのね、はい、お仲間さんを引き連れ、はい、確かにこれはロザリア守れるわ、うん、すごい守れる、うん、いや、てかもうクララとロザリアのなんかもうあのマジックもういいやって感じ早く自分たちのが見たい、まあね、確かに見たい見たい、早く待ってこないかなっていう、ではちょうどボスで、わ、はい、来ました来ました、さあ行きますか、よし、でも私魔族キラーあるし、あ、そうだ、魔族キラーだっけ、あれドラゴンキラー、ドラゴンキラーだ、はい、そうかそうか、獣キラー、よし、はい、レッドライン、お、おお、かっこいい、あ、これからついてる、残るんですね、ね、あそこを横切ると、うん、切りかかると、うん、なるほど、じゃあ私のレッドクロス、はい、いきます、これね、なんとね、レッドラインの人はね、やってくんないんですよ、なんでレッドライン中の人は連携してくれないんですよ、嘘でしょ、でも今ね、切りましたね、切りましたね、あ、倒しちゃった、多分ね、切ってるんですよね、あ、なるほど、そうだったんだ、はい、でちょっと一回、はい、あの一騎さんにお休みしていただいて、はい、平島さんのね、うん、連携技を見ましょう、はい、見たい、まあ、なんか適当にペペって、あ、え、そういうお休みじゃないですよ、なんでクララも動かさないっていうお休みじゃないから、あ、今ね、この人は誰だ、なんだ、適当に、あ、広島さんかも、あ、私、こっちだ、あれ私だった、全然勘違いしてた誰が誰やろ、そこで、でここでレッドクロスを打たない、私は普通にじゃあちょっとスマッシュしましょう、はい、で私がレッドクロスをしたらどうなるのかが分かるの、はい、さあ連携はですか、おお、かっこいい、すごいすごいすごい、なんか今よく動きが分からなかった、行ってからなんか2人でまたシュンって、うん、ね、こクロスしたんですね、きっとね、シュッて、これ多分めっちゃかっこいい、姉妹だとオリジナルのセリフっぽいですよね、なんか、うん、ちゃんと掛け合いよね、掛、はい、け合いしましたね、今ね、しました、ね、呼ばれたもんだってね、ヒルデってすごいかっこいい、やばい、楽しかったもうね、強すぎてちょっとね、うん、よく分からなかったもん、そう、よく分からなかった、え、だってハードですよね、うん、結構
構もうちょっと苦戦しても良さそうだったのに、まあまあね、すごい強いな。で、まあ、レッドラインの方は結構ボスにはちょっと難しくて、はい、そのザコとかが吹っ飛ばして、うん、その横切ると切るみたいな、うんうん、あ、そっかそっか。じゃあザコがいる時に使うと結構便利な。多分ボスの場合はあれかな、そのボスに被せてライン引いとけば、うんうん、ボス殴ったら切るのかな。あ、なるほど。ただあのアモンはあんまり動かないけど、動くドラゴンとかの、うん、こうベヒモスとかだったら結構横切るんじゃないですかね。なんかまあ使い慣れよ慣れたい。まだねちょっと。いやでもあの連携技はやばいですね。いやー、楽しい。ちょっと興奮しましたね、連携技。いいですね、うん、嬉しくなった。いや、ありがとうございます。スマッシュスマッシュ。ここからはコメントを読んでいきたいと思います、はい。新キャラ紹介第12回のコメントですね。はい、はい。で、武器がリズの探検なのか泣けますぞ。あ、ね、専用装備というか、うん、もらえる装備はね、うんうんうん、漫画読んでるとわかる、わかるやつ、ね、はい。スママじゃ相変わらず作り込みが素晴らしいですね。関係ないですが、平島さんお若いのに貫禄がありますよね。す好きです。どういう意味の貫禄ですか。落ち着きがある。落ち着きがある。姉子なんですかね。ありがとうございます。もっと若さも出していけるかな。さすがスママジだわ。おお、盛り上がってましたね、本当、うん、滞在コラボはね、うんうん。7つの滞在コラボガチャはサファイア250個ですか。150だったらいいな。なんかステップによって変わってた気がしますね、うん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 、そうですね、どこのステップかによってですもんね、うん。今日の平島さん特に可愛い。ありがとうございます。私もこの衣装の平島さん超いいなと思って、まあ、いつもそうでもないってことですね。いつもも素敵だけど。ちょっともこの回、うん、すごい。じゃあちょっと普段から肩出してくるようにしますね。やった。やったやった。メリオダスのボード解放で手に入る羽織の剣剣、うん、根性をレベル3は秘伝書と同じで一度だけしか耐えられないのかな。まあ同じでしょうね、うん。まあ、回復するために耐えてもらっちゃうね、うん、やばすぎでしょう。はい、もう少しでサファイア1000個なるけど出るかな。どうだったのかな。どうだったら出てるといいんですけどね。はい、はい。なぜリアンヌじゃなくてヘンドリクセンなの。多分ねストーリーもちょっと入ってたから、誰かしら敵は入れなきゃっていうことだと思いますね、うん。なるほど。そう、個人的にはやっぱね、うん、あのエスカノール欲しかったですもあって。あ、リアンヌは縮尺の問題かと思ってました。あ、そうですよね、うん。あ、入んないですもんね。そうそう、ジャイアントオークもだって笑っちゃうぐらいね、でかいから。まあね、いろんな大人の事情があったんだと思いますけど、うん。コラボキャラが強くて欲しいですね。メリオダスがほぼタダでもらえるってスママジ運営すげえ。どんどんコラボ企画やってほしいです。そうですよね。いや今回は私と一輝さんのコラボ企画なんで、はいはいはい、今回もコラボ企画なんで、はい、お願いします。コラボキャラ欲しくなりました。原作未読ですか。原作も読みたくなりました。多分それアングーの方が一番嬉しいごめんですよね、うん。どうですか、読みました。私結構元々読んでて、そうだったんだ。そうなんですよ、あの滞在の DS の 3DS のゲームにも出させてもらってて一回。あら、そうなんですね。そうなんですよ、だからまたちょっと嬉しい絡めて思ってね、絡みがあるんですね。はい、ということでたくさんのコメントありがとうございました。ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。そして Twitter の中の人きのこさんの Twitter のフォローもよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回まで。スマッシュスマッシュ。